今年も8月がやってきた。サナッチ、お誕生日おめでとう。まあ、園子先輩、覚えててくれたの？当たり前じゃないか。僕は君のことなら何でも知ってるのさ。どうして？なぜなら僕は、ふふふ、知りたいかい？はわわ、ドキドキ、知りたいような、知りたくないような。この手の茶番は毎年恒例ってことでいいのかしら。夏の風物詩だと思って聞くと、風鈴のような心地よさがあるわよね、スミちゃん。そうですね。今年も素敵なお祝いをしてあげたいですね。イエーイ、賛成。私も。ややこしいな、もう。けど、互いにお祝いをし合えるなんて素敵なことだわ。ああ、偶然同じ日に生まれたのも何かの縁。盛大に祝いたいものだ。夏目さん、その子たちの関係理解してますよね。ん？おそらく。プレゼントに欲しいものはあるか？何でも言ってみたまえ。タマコさん、そんな強気なこと言って大丈夫すか？その子たちは。おお、すっかり忘れてた。そうだった、二人ともバリバリのお嬢様。ごめん、その子たち。リクエストはタマたちのお小遣いでなんとかなる範囲で頼む。プロ野球チームとか油田とかそういうのは絶対無理だからな。タマ坊、面白いこと言うね。私たちそんなリクエストはしないよ。うん、球団も油田ももらったことはあるけど、使い方よくわからなかったしね。ねえ、さすがは園子さんたちですね。それじゃあ欲しいものは？あ、一つ見つけたよ。それってもしかして、あい！こりゃ今年も先が思いやられるわね。あいってざっくり言われちゃうと、それはそれで難しいわね。ふうみん先輩、難しく考えすぎだよ。そうそう、去年もみんなの愛いっぱいもらったもんね。確か去年はみんなでショッピングモールをブラブラしたんだよな。要するに物より思い出ってことか。それならタマたちにもいろいろできそうだな。今年はどんなメモリーがいいかしら。リクエストしてみて。おーい、じゃあ何がいいかな。あ、みんながイチャイチャしてるところをいっぱい見せてもらうのはどう？夫婦ごっこみたいな。そうそう、デートでラブラブしてるところを至近距離で思いっきり見てみたい。はあ、さすがは園子先輩。はいはーい、私たちのリクエストが決定しました。なるほど、デートの見物か。園子たちの要望ならそれで構わないのだが。ご先祖様、何かご不満？それは普段からやっていることではないか。ええ、確かに特別感はないわね。はっ、言われてみるとそうだね。けど他に欲しいものなんて思いつかないよ。そうだわ、そのっちたちはいつも他の人のことを見ているのが好きよね。好き好き、大好き。たまには自分が中心になってみたらどうかしら。私たちが夫婦ってこと？いや、それはさすがにどうかと。だね、二人でデートって収拾つかなそうだし、せめて保護者が一人くらい。それじゃあ勇者部の誰かがその子たちとデートするってのはどうすか？デート、楽しそう。なんだか変な感じだにゃ。いつもみんなを尾行してるその子とその子ちゃんを私たちが尾行するなんて。
それもまた園子さんたちにとっては貴重な思い出になりますよ。けど本当に大丈夫かしら、あの組み合わせで。デートの相手はかっこいいタイプがいいって言ったの風でしょ。確かに言ったけど。デートというのは何をすればいいんだ。恋人同士がイチャイチャしながら楽しく過ごすんですよ。イチャイチャか。スルメの食感のような感じか。それはくちゃくちゃでしょ。そうそう、噛めば噛むほど仲良しに。え、その解釈。しかしなかなか生イカのようなキザな振る舞いは難しいな。そんなことないよ、夏目先輩バッチリです。うわー、もう限界。見てるこっちがヤキモキするわ。チェンジよ夏目。もういいのか。これから二人と干物屋へ。個性的で素敵ですけど、デートからはかなりかけ離れた展開になってきてますので。そう。ナッチ、すっごく楽しかったよ。ありがとう。続きはまたの機会で。そうしよう。では私は海に戻る。なかなか貴重な光景を見てしまったわね。そうね。で、次は誰を送り込むつもり。夏目さん以外でかっこいい系って言ったら、やはり若葉ちゃんではないでしょうか。いいとは思うけど、ひなた、あんた平気なの？若葉ちゃん、お役目をしっかり果たしてお二人をお祝いしてきてくださいね。わかった。では行ってくる。行ってらっしゃい。意外ね、もっとやきもち焼くかと思ったのに。少し羨ましいとは思いますけど、私の元へ帰ってきてくれるのは分かっていますから。なんていうか熟年の夫婦みたいですね。この角を左折だ。はーい。この先進行方向を道なりに、その後右折をする。あいあいさー。若葉のやつ随分とガチガチだな。エスコートというよりカーナビみたいになってますね。若葉ちゃんらしいですね。ご先祖様。おーい。すまない。デートというのは本来相思相愛の相手を連れて出歩く行事、そう聞いていたのだが、不慣れなものでな。これで作法は合っているのだろうか。なんと、そんな心配を。赤ちゃんって案外真面目な。こうやって手をつないでブーラブーラお散歩しながらおしゃべりよ。それだって立派なデートコースなのです。そうだったのか。話している間にルートを外れた。軌道を修正する。少し待て。ほんとカーナビみたいだにゃ。ひなたさん、そんなに何枚も撮ってたら気づかれちゃいますよ。ええ、何も問題ありませんよ。勘のいい若葉ちゃんなら、私がどこから見守っているかもうとっくに気づいていますし。そういう問題。けど若葉のやつ、さっきからその子ずに仲良く手なんか繋がれてるけど、いいのか。ええ、私の視線を感じながらの行動ですから、何も後ろめたいことはありませんよ。まあ確かにデートというよりは家族に見えるわよね。でもそれでしたら母親役に日向さんが一緒に並ばれた方が。確かにその子たちはでっかい子供とちっちゃい子供って感じだもんな。ほんとそうね。みんなすっかり忘れてるみたいだけど、今日はデートという設定よね。しかし今日は気持ちのいい陽気だな。そうだね。なんだかちょっと眠くなってきたよ。
歩きながらうとうとできるとは器用だな。どこか落ち着ける場所は？あ、そうだ、すっごくいいことを思い出したよ。うん、そうそう、思い出したよ。どうしたんだ突然？この公園には秘密の日向ぼっこスポットがあるんだよ。バカちゃんには内緒で教えてあげる。あんな大きな声で言ってたら内緒も何もないんだけどね。そこが園子さんたちのいいところです。おかげで若葉ちゃんと私にも隠し事はゼロ。でも内緒の場所だからついてきてるみんなにはごめんだけど巻いちゃおう。え、若ちゃん行くよ。よーいドン。あ、どこへ連れて行くつもりだ。ひなたさん、元気を出して。まだ遠くには行ってないはずよ。とにかく追いかけましょう。地獄の果てまで追いかけてみせます。おい待て、園子、若葉、どうする、追ってきてるぞ。秘密の場所は簡単には教えられないから。秘密なのに、こうなったら奥の手だ。若ちゃん、私たちに捕まって。レッツテレポーテーション。おーい、早く走っているだけだろ。というわけで逃げられた。すまない。いいえ、大丈夫ですよ。私が何とかしてみせますから。え、どうやってですか？若葉ちゃんの居場所を知らせる信託を待つんです。そんなこともできるのか。いや、さすがに無理なんじゃ。そうですね、日向さん、ここはみんなで手分けして探した方が早いかと。よし、タマたちは西側から探してみるぞ。じゃあ私たちは東側から。全く気配がないわね。もしかして可愛い若葉ちゃんのことだから何者かにさらわれてしまったのでは。日向さん、考えすぎですよ。そうだぞ、ダッシュで逃げられたって言っただろう。ですけど。おい、いたわよ、3人とも発見。本当ですか？しー、ダメよ、大きな声出しちゃ。どうして？まさか本当に何者かにさらわれて捕らえられているのですか？もしそうならば私の命に代えてでも若葉ちゃんを救い出してみせます。愛情の深さはよく伝わりましたけど、お静かに。この草むらの向こう、よく見てみてください。若葉ちゃん、確かに日当たりも良くて最高の日向ぼっこスポットだな。3人とも本当に気持ちよさそうね。こんなに素敵な場所なら秘密にしたくなる気持ちわかるよ。今日のところは見なかったことにしておこうか。日向、それでいい？はい、若葉ちゃんが無事だとわかれば十分です。秘密の場所で内緒のお昼寝タイム。少し嫉妬はしてしまいますが、園子さんへの今年のお誕生日プレゼントということで。